近代オリンピックの創始者ピエール・ドークベルタンの報道からスタートします。オリンピック芸人があります。今から、オリンピックの開会式である新国立競技場を一周回ってみたいと思います。何分かかるでしょうか。用意ドン。歩きながら行っています。明治神宮第二球場、第二明治神宮があります。2ヶ月前ぐらいに来た時より、前はここが柵があって何にも見れなかったんですけど、ものすごいはっきり見えますね。今この国立競技場の、よいしょ、この奥が新宿の、大きなタワーですね。いや、前よりものすごい見やすくなりましたね。前ほんとこの右左が工事していて、なんか全然なんだかわからなかったんですけど、はい、まもなくはお昼になります。この右側が日本青年館になります。でその隣が、ゴルフ場になりまして、ほんと今、今日は天皇の、天皇の儀式で、今日人が少ないんですね。ここからちょっと歩いてみましょう。だいたい1周15分ぐらいで回れるんですかね。もう今何階でしょうね。1階、2階、3階、4階、4階までかね。よいしょ、全部見れますね。じゃあ反時計回りで回ってみましょう。さあ、さっきのオリンピックミュージアム前まで一周回るのにどれぐらいか。ここは神宮第二球場になります。打ちっぱなしですね。そうですね、よくやっぱ打ちっぱなしの音がポンポン聞こえる場所ですね。いや、本当はね、ここマラソンのコースというふうに聞いていたので、ちょっとこの奥に行くと本当そのマラソンの、スタジアムから外に出るゲートを2ヶ月前8月ぐらいに来た時工事していたので、それができているかちょっと今日楽しみに、来たのですが、なんとマラソンが札幌になってしまうかもしれないっていう、ね、ニュースが出て、そのマラソンのゲートを見る楽しみがちょっと薄れちゃったんですけどね。おお、ここもこんなに道が広げたんですね。ここも前までは本当なんて言うんですか、これぐらいの細い道で歩くのに精一杯だったんですけども、もうスタジアムがはっきりこの階段から全て見れますね。今回やっぱ特徴的なのは1階2階3階4階この5階の上に草花が見えるという、あ、でも全てのエリアに草花がありますね。やっぱこう緑との調和を意識してるんですかね。いやー、こうテレビとか雑誌で見るより実物の方がやっぱはるかに大きく感じますね。やはりこういう目の不自由な人への案内も充実していまして、あ、なんかいろいろ見えなかったものが見えてきましたね。 G ゲート、あ、こんな感じになるんですね。これが今青山門 G ゲート、こんな風な表示になるんですね。だいぶ外面はほぼできてますね。ちょうど1年前、ここマラソンコースを走ったのが去年の8月で、今年の8月もう一回走った時にここからスタートしたんですが、こんなにこんな景色になってるとは思いませんでしたね。あ、ここも前は通行止めだったんですけどね。もう開けてやっぱ1年切ったって感じしますね。よいしょ、こんな道中が綺麗な
これがゲートになるんですね。あ、これ拡大しないかな。こういう国立競技場、あ、施設案内。時計塔みたいですね。A、B、C、D、E、F、G、H。よいしょ。いや、もう、びっくりですね。さあ、初コーナーを曲がって、これは今、外苑駐車場。もうやっぱ野球のメッカですね。こっち行くと、あの、よく、僕も昔、草野球とかでね、やる。あの球場とかがこの辺たくさんあってね、よく土日とか草野球の方ですが、今カーブしまして、4分の1を通過いたしました。だいたい5分ぐらい経ちました。このペースでいくと4分の1で5分だから20分ぐらいですかね。いやー、これは当日、まあ道幅も狭いし、まあね、あの国立競技場の周りはそういうなんか広場とかこういうなんかイベント会場みたいなので、まあ、あまり住宅地がいないから、まあ、その緑が豊かであれですが、まあ、狭いですよね結構ね。あとはね、なんか昔もう少しなんかマラソンしてる人がいたんですけどね、今こう歩いてるだけでも走ってる人がなんかもういないですね。あとゴルフのマーク持ってる方も多いですね。やっぱゴルフ場打ちっぱなしが近いから来るんでしょうね。さあ今真裏ぐらいまで来ましたかね。真裏前ぐらいまで、高速道路の、入り口に差し掛かってきました。結構半分ぐらい、通過しました。これからは神宮アイススケート場、この先信濃町駅、ここが東京体育館駅、明治神宮国立競技場駅ですね。まあ、明治神宮とも行きたいですね。こっちが高速道路も、よいしょ、はい、高速道路出口ですね。これなんだろう、競技場。まあこの道を使って、いろいろな全国でしょうか、まあ、車を行き来していくんですけどね。さあ今半分通過いたしました。私もね、国立競技場オリンピックが決まってから6回目ぐらいですかね、来るとね。あ、こっちでも駅が、初めて知った。あー、道の裏の方にも国立競技場の駅がありますね。ちょうど今裏手ですね。いや、だいぶ開かれて、ね、ただここの地下鉄の大江戸線は、まあ、本当に皮肉に言うように地下を潜るぐらい深い、深く、そして線路というか、ホームが狭くて、これ当日あの駅が、まあ、信濃町が最寄りの駅ですけど、交通の便がすごく悪いんですよね。前はやっぱ塀で見えなかったのが、もう写真映像で見れますね。こんなところに明治神宮外苑アイススケートリンクっていうのがありますね。初めて知った。へえ、前なんか工事で回れなかったんですね、ぐるぐるね。ちょうど今のこの道も半分ぐらいしか一周回れなくて、工事で塞がれてしまっていて、初めて国立競技場を今一周してますね。はい、この奥に見えてるのが新宿の建物で、マラソン的にはこの右側を走っていくと
本来国立競技場、あ、ここに国立競技場があります。で、こちらメインリングアイアンで、今ようやく半分過ぎて後半ぐらいですかね。はい、こっちはもうちょっと裏、オリンピック会場でも裏手の方になりますね。あ、ここ回り道があるな。ここが本当はオリンピックのマラソン出るスタートの地点の、場所を作ってなかったことなんですよね。ここがね、まだ唯一国立競技場の外でできてないところでありまして、2ヶ月前は本当ここのまっすぐが封鎖されて見れなかったんですけど、さてどうなっているのでしょうか。さあ行ってみましょうか。あ、ここの道ですね。まだやっぱできてないですね。今この道が封鎖されてますが、この道からな建物なんだ。これ多分駐車場、今ですね、車、荷物の運搬とか車が入る、裏手側になりますね。多分一番こう地味なところなんだと思いますが、さあ今10分以上、経ちました。そうですね、やっぱまあ裏路地はね、こう見てもらうように非常にこう地味というか、何にもなんかオブジェとか、それ観光客さん、観光客向けなものが、なく、すごくこう地味なところですね。さて、意外に思ったように一周早く割れますね。なんかもうちょっと時間かかるかなと思ったら、まあ人がいないっていうのもありますが、はい、あ、見て、再生検査。道も綺麗ですよね、一本道で。やっぱ何も邪魔がなく、すごくこう歩くのに快適な構造ですね。いやー、なんかやっぱ初めて、なんか 初恋の人と会ったような感じですかね。どんな顔してるんだろうとか、どんな建物してるんだろうとずっと思って、まあ1年半ぐらいこの工事中を見てましたが、こうやって初めてこの出来上がった外面は、ね、見れて、なんか思った以上に、なんですかね、シンプルというか清楚なイメージですね。あんまりごちゃごちゃしてなく、なんか白と緑を基調にしたベースが、まあ白ですごくこう透明感ある白でドーンってそびえてるんですけど、やっぱところどころに緑が挟んであって、なんかこう、冷徹な感じじゃなく大胆にドーンってありながら、まあ緑のもので柔らかなイメージがあるという建物ですね。ただやっぱなんかところどころ、ここ分かりますかね、見ていてね、まあ、やっぱ低コストな感じはしますよね。まあ、なんか極力こうむき出しなところとかも何かを隠すよりは結構ドーンと出て、そんなにこう物は大きいんですけども、いろいろ興味のもこう予算削減もあって、細々見ると、まあ、結構質素だなかな。今オリンピックミュージアムからここまで歩いていって食べ物屋が一軒もなかったので、
初めてこっち側に出て、タグモネアが出てました。まああと1年でこの辺ももっと変わるんでしょうね。なんかやっぱお店の数が圧倒的に少ないですよね。ラーメン、あ、ここはよく来ましたね、ラーメンの店ホープ軒。マラソン終わってちょうどこうゴールになると、まあ、ここで爆食いして42.195キロの疲れを、まあ、このホープ軒に食うと、ね、まあね、なんかね、美味しいまずいよりも疲れた後に食べるのが最高で、2階、3階までありますのでね、いい、まあいい思い出というか疲れをどっと吹き飛ばす体験ですね。この先歩いても確か地下鉄副都心線かな、また別の駅があるので、まあ、大江戸線、JR 総武線混んでる場合は少し歩いていけば、地下鉄副都心線がちょっとまっすぐ歩いていくとありますのでね、そういう方もいいと思います。ここからは、ここ回ったらゴールですかね、千住院。全体的にお店少ないですね。家賃高いんですかね。新しくできたお店が出られませんね。315分経ちました。さあカーブします。カーブしてからこっちのは工事の跡が見えますが、まあ、なんか隣の建物ができてますね。いやー、ここは一瞬とか建物が見えて、すごい味気ない橋の人ですが、さあね、なんだかんだ言ってもうあと300日も切りましたし、ここにね、ラグビーも終わり、もうオリンピックかと思いますが、実際こう国立競技場の横を歩いていると一切そのなんかピリピリ感がないというか、非常にそうですね、和やかな、観光客もほぼほぼいない、なんか地元の人が、まあ、ちょっと遊びに来てるぐらいで、なんか和やかですね。ラグビー熱を考えると、まだまだこちらのオリンピック熱は、今この現時点10月の、まあ、中過ぎ来て全く感じはしませんね。まあね、やっぱ暑さ対策はいろいろ問題されてますけどね。こうやって歩いてみても、どこかこう涼しげなところに隠れるようなところはまるっきりタイムレスなんかこう自然な森があったり、なんかこう冷却場とかこう周りの建物とか見てもあるかなと思うと、まあ特にないので、これは夏大変だなと思います。さあそんな感じで約20分かかなかったですね。わかりますかね、この東京から隣の、神宮外苑第2を挟んだこの建物がオリンピックミュージアムで、オリンピックの協会とかさまざまなスポーツの協会、野球とかテコンドーとかアメフトとかたくさんの協会が入っている、ビルになります。さあ、バウンスになって戻ったところで到着したいと思います。いや、少ないですね。やっぱゴルフ街の方がこの辺多いですね。でもやっぱあのモニュメントもすごくこれから観光地の 100% オリンピック競技場来たらみんなここでも写真撮るんでしょうね。ちょうどね、この5つの輪っかと国立競技場がよいしょマッチして撮れるんで、すごく、見やすいです。さあ約20分にわたって、1周回ってみましたが、こ
な感じで、2019年10月22かなの、国立競技場のところを終わりした。お、なんか、なんだろうね。これはなんだろう。面白いのがありました。聖火台、1964年の聖火台がありました。初めて知った。これ東京オリンピックの聖火台だそうです。ここもぜひぜひチェックして見てみてください。以上でした。